では、国家賠償法1条の要件について見ていきたいと思います。教科書の177ページを見てください。国家賠償法1条、国賠法なんて言います。私も国賠法って略することがあります。聞いてればわかると思うけど、あんまり私省略するの好きじゃないんだよね。行政事件訴訟法の時も、意地でも行政事件訴訟法って言ってたでしょ。意地でもね、あんまり訳すの好きじゃないんですよ。国賠法1条は使用者責任について定める民法715条の特則です。だから使用者が国または公共団体に、使用者と被用者って聞き取りづらいわね。被用者が公務員に置き換わったものと考えてください。民法715条との移動を意識することが学習のポイントです。では国家賠償法1条1項の要件、一つずつ見ていきたいと思います。177ページの真ん中に条文を引いておきました。まず、丸一番と言われるところが、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員という要件です。ここね、教科書によっては2つに分けてる時もあるんですけど、私はここも1つにまとめちゃってます。その職務を行うについてという要件です。3つ目が、故意または過失によってという要件です。故意過失要件になっています。4つ目が違法にという要件です。違法性要件と言われます。5つ目が他人に損害を加えたとき、損害発生要件なんて言われます。時は国または公共団体がこれを賠償する責めに任ずるという規定です。なお、要件についてお話しした後すぐです。ちょっと理解の便宜の関係上、効果の話を先にしますね。それはちょっと予告しておきます。この順番通り、まずは要件について説明をしていきます。この丸1から丸5の要件は全て満たせば国家賠償法1条に基づく損害賠償が認められるわけですが、事案によっては問題なく要件を満たす項目もあります。これは例えばですね、原告適格の時に、しつこいけど、原告適格の時にこの X は問題なく原告適格満たしたでしょ。あとは、処分制の時に、こういう不許可処分とか問題なく処分制を満たしたでしょ。あれと同じで、争いがないものっていうのをまずがっちり押さえておいて、争いがないものを押さえた上で、なんか争いがありそうなものをいろいろ見ていてください。まずはですね、一番大事な要件ですが、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員。一つ目の要件から見ていきます。で、これも争いないものは、公務員が行政処分をするケースです。公務員が行政処分をするときは、この要件は問題なく満たされます。どういう場合かっていうと、だから何度も言ってるけど、例えば、建築主事が、建築確認の拒否処分を出しました。なんていうのがそうです。別に保健所長が飲食店の営業許可の不許可処分を出しましたなんていうのもそうだよ。都道府県の公安委員会が運転免許の拒否処分、交付拒否処分をしましたっていうのもそうです。しつこいからもう大体もう分かってきましたよね、大体ね。あとはですね、これもそうです。都道府県知事が、飲食店の営業停止命令を出しましたとか、許可の取り消しを出しましたとか、そういうのです。あるいは特定行政庁が違法建築物の除却命令を出しましたとか、あるいは税務署長が、公正処分をしましたとか、過少申告加算税の不可処分をしましたとか、そういうのです。でこれについてはもう争いなくですね、争いなく、公権力の行使にあたる公務員、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員という要件が満たされます。なんか取り消し処分の時とここは似てるんですよね。大体なんか条文から言ってもね、大体公権力の行使って言葉自体がなんか広告訴訟の時となんか似てるじゃない。でもね、あれよりももうちょっと大きな広い概念を、この国家賠償法上の公権力の行使という概念は含んでいるので、そこは、注意をしてください。でね、残念ながらこれと結びつけてお話できればすごい便利なんだけど、あんまりこれとね、結びつけるっていうのはちょっとできないんですよ。ただ、処分制の時に勉強したみたいな、権力的自立行為と行政処分、つまり何の争いもなく処分制が認められるものっていうのは、これは公権力の行使であるとして、これによって、損害を被ったという人は、国家賠償を請求することが認められます。これまず見ていきましょう。あらゆる見解で一致しているのは、公権力の行使という概念の中に、いかにも行政が権力を振るっているような活動は必ず含まれています。ここは全説一致です。
よく権力的行政活動なんて言ったりしますが、でその典型はですね、もうこの本でも何度も言ってきましたが、権力的自立行為とか行政処分です。ここら辺はもう、だから公務員の身分を有する人間が、これをやったりこれをやったりして損害を被ったという時に、今言ったこの丸1番ですね、の要件が満たされることはもうそれは争いがありません。はい。まあ、ちょっと一応説明しますと、行政処分というのは、私人の権利を個別的に制限し、あるいは義務を課する、まあ、法律行為でありますが、まあ、許認可、命令、禁止などですね、強制の要素を含みますので、行政処分が、ここで言う国家賠償法1条で言う公権力の行使に含まれるっていうのは、皆さん、すぐに理解できるかと思います。ただ、強制の要素を含む活動は、法律行為だけではなく、法律行為である行政処分だけではなくて、事実行為の中にも存在します。いわゆる権力的事実行為ってやつです。例えば警察官の逮捕っていうのが、これは誤認逮捕でしたとか、あるいはまあ大執行とかですね、即時強制といったような、そういう権力的な事実行為で損害を被ったという方も、国家賠償を請求することができます。ところでなんで警察官の逮捕はなんか取り消し処置の対象にならなかったんだっけっていうと、それは私話はしてませんけど、逮捕はね、拘留の段階になると準抗告っていうのができるんだけど、準抗告ってのは裁判官の令状発布に対して、裁判所にですね、文句を直接文句言ってくれっていう、そういう制度なんで、取り消し処置とはちょっと別な立て付けになってるんです。まあいいでしょう。はい、続けます。公権力の行使をめぐる学説は主に3つあります。最も範囲が狭いのが、まあ、狭いと書いて教義ですね。教義。教義説、A 説です。で、教義説というのは、行政の公権力の行使というものを、権力的行政活動に限定して認める説です。教科書の178ページのこの、なんか丸ですね。この丸の部分だけに限定されます。で、おそらくね、立法した段階では、多分、教義説のことを考えてたんですよ。多分ね。多分。権力的事実活動の権力的な事実行為と法律行為、まあ、だから強制処分ですね。それが、まあ、ここでいう公権力の行使なんだよっていうことをイメージだと思うんですが、その後ですね、どんどん運用によって、実はこの公権力の行使の範囲は広がっていきます。現在の判例通説は、B 説、公義説、広いという意味の公義説と呼ばれる説で、これはですね、公権力の行使について、権力的な強制活動に加えて、学校事故や行政指導も含めるという考え方です。学校事故ってどういうことっていうとね、学校で、事故が起きて、例えば、まあ、体育の授業で飛び箱で怪我しましたとか、プールの飛び込みで怪我しましたとか、部活動で怪我しましたとか、そういったようなものも国家賠償法1条の公権力の行使に含めるんです。学校の先生からなんか暴力教師から殴られたのはどうなのって、暴力教師が殴るのはこれは権力的な事実行為でしょ。だから暴力教師が殴るのはこれは教義説でも認められます。そうじゃなくて、先生はなんかぼーっと不注意してて、ちゃんと見てなかったら飛び箱で怪我した、骨折しましたとか、そういうような事例がここでの学校事故ってやつです。行政指導ってのはどういうのかっていうと、あれ品川マンション判決みたいなやつです。あとは品川マンション判決みたいなのじゃないとすると、なんか間違えた行政活動を信じてその創意行為をしたらすごい損害を被りましたみたいな場合も、ここでいう公権力の行使に含まれるというふうに返されています。で、それ以外のものってのは何かっていうとね、私経済活動です。これは私人が行うのと同じ経済活動ということです。これについては、民法を適用することになります。したがってこの公義説を言い換えると、あらゆる行政活動から私経済活動、私経済活動を除いたものを公権力の行使とする考え方ということになります。で、まあ別の言い方をすれば、権力的行政活動プラス学校事故行政指導っていう言い方にもなります。で、私経済活動ってことがよくわからないと、やっぱりちょっとよく分かってこないので説明をするとね、私経済活動っていうのは、例えばですね、行政が行っている経済活動というので、前に行政契約のところでやりましたけど、公営企業、例えばね、市営バスの運転で、運転手さんがミスをして、引かれた人が損害を被ったとか、市営地下鉄の、なんかこの前横浜でありましたけど、運転で、なんかシステムがトラブルで、ちゃんと止まらなくて、ドーンとなんか
車止めに見つかっちゃった、怪我をしたとかね。あとは、病院の治療活動なんてのもそうです。一律病院、公立病院のお医者さんが治療ミスをしたとか、こういったようなものは、ほら、民間だってバスは運行するでしょ。民間だって鉄道、地下鉄は運行するでしょ。民間だって病院は経営できるでしょ。これに対して、行政処分っていうのは、これは行政しかできないわけでしょ。だから、この行政しかできないか、そうじゃないかっていうところに、まあ、もっぱら着目します。もっぱらっていうのは、ちょっと例外があるからです。この段階で例外に気づいた人は偉い。だけど、まあ、まだ知らなくて、まだ気づかなくていいです。で、こういう活動について、だから、次のですね、カッコ C の再抗議説と呼ばれるものは、そういう私経済活動も含めたおよそ行政が行うものすべてに国家賠償法を適用するという考え方なんです。これに対して、通説判例の抗議説というのは、私経済活動はさすがに除いて考えましょうやっていう、そういう考え方なんです。どうしてそうなるのかって話は、まあ、後でちょっとやります。まあ、やっぱりですね、その抗議説が取られてる理由というのは、まあ、やっぱり行政に特有の活動っていうものを、捉えて、ここについては国家賠償法を及ぼそうという、そういう発想なんです。で、ですね、179ページです。だから、通説判例である抗議説というのは、端的に言えば、公権力の行使というのは、まあ、教義説の時でいう権力的な行政活動、プラス学校事故や行政指導という考え方です。で、実務上も公立学校における体育の授業や部活動中の事故、いじめの自殺などについて、数多くの国家賠償訴訟が提起されています。でここでちょっと誤解があるんですが、後で国賠法の効果のところでも勉強しますけど、じゃあ何横浜市営バスの運転手のミスで引かれてしまった、大怪我、複雑骨折で大怪我しましたっていう人は、その運転手に対して損害賠償請求するしかないの？運転手が無視力の場合どうするんですかっていう、そういう疑問が生じると思います。これね、よく誤解されるんだけど、違いますからね。横浜市が免責されるって意味じゃないの。横浜市はね、その、市経済活動から生じた損害だろうと、例えばね、さっきのこれが市経済活動で生じた損害だろうと、横浜市はね、どっちにしろ民法715条に基づいて責任は負うんです。あれ？って思いますよね。これ聞くと。だから横浜市の責任が、民法、国賠法1条か民法715条に変わるだけなんです。じゃあ同じじゃないのって思うかもしれませんが、実はね、ここが違うの、実は。後で詳しくやりますが、国賠法1条が適用されると、まず民法715条の時から説明するか。民法715条の使用者責任の時って、こっちは民法715条、使用者には民法715条だけど、本人、被用者本人に対しても、民法709条に基づく責任を追及することができましたよね。いわゆる個人責任ってやつです。だから両方に責任追及できるんですよ。民法の場合は。ただこっちは無視力のことが多いから、こっちに追及した方がちゃんと取れる、お金取れるねって話です。だけど、国家賠償法1条の時っていうのは、実は公務員個人に対しては損害賠償請求できないんです。こっちに対してしかできないの。この違いがあるんです。つまり国家賠償法1条が適用されると、公務員個人の責任が否定されるというのが実は国家賠償法1条が適用されることの意味なんです。これはもう実務上極めて大事なんですが、案外分かってないので、注意をしてください。一旦ここで切ります。